まずはパウンド型に型紙を敷いていきます。今日はオーブンペーパーをカットして敷き込んでいます。生地を作る前に準備しておきます。次にバナナペーストを作っていきます。使うバナナはよく熟れたものを使うといいと思います。一度若いバナナで作ったんですけど、出来上がりのケーキに少しえぐみが出てしまったので、よく熟れたものを使いましょう。今日は結構どっしりとした質感なんですが、軽めのケーキっぽい質感がお好みの方は、バナナを 130g から 100g ぐらいに減らして作ってみてください。そしてフォークで、少し粒が残るぐらいまで潰していきます。これあんまり早くやりすぎるとバナナの色変わってしまうので、作り始める直前にやっておきます。次に無塩バターを滑らかな状態にしていきます。そしてグラニュー糖とブラウンシュガーを加えていきます。ブラウンシュガーを加えると少しケーキにコクが出るのでおすすめです。ない場合はグラニュー糖に置き換えていただいて大丈夫です。まずはバターと砂糖をしっかりと混ぜ合わせていきます。砂糖とバターが混ざった状態ですね。ここからさらに、ホイップして空気を含ませていきます。空気を含ませるっていうのはいい生地を作る上で大事な工程になります。これぐらい、ちょっとさっきより白っぽくなりましたよね。これぐらいです。続いてアーモンドプードルを加えていきます。アーモンドプードルを加えたら、ここからは空気を含ませるようにではなくて、ただ混ぜ込んでいくような感じで大丈夫です。続いて全卵です。 L サイズぐらいの大きい卵だったら1個で大丈夫です。この卵は必ず室温に戻したものを使っていきます。冬は寒いので、室温でも冷たいと思います。その場合は少し湯煎に当てます。卵が冷たいとせっかく柔らかくしたバターが冷え固まって分離の原因になりますので、卵の温度も気をつけてください。それを3回に分けて加えていきます。しっかりバターに空気が含まれていて、卵の温度が冷たすぎなければ、アーモンドプードルが入っているってこともありますが、この段階で分離することはまずありません。分離したら何かがおかしいですね。はい、しっかり乳化が取れた状態です。ここで先ほど潰したバナナのペーストを加えていきます。ここで一気に水分量が増えるので、ここで一気に水分量が増えるので分離してきます。ただここでの分離は、あまり焼き上がりに影響しないので気にしなくて大丈夫です。分離したと思ってガーッと混ぜたりする必要はないです。ここに薄力粉、強力粉、ベーキングパウダーを合わせたものを一度にふるい入れていきます。試作の段階で薄力粉だけでもやってみたんですけど、ちょっと土台が弱いというか、薄力粉だと弱い感じがあったので半量強力粉にしています。そして初めは切るように合わせていきます。
はい、大体粉が混ざった状態ですね。ここからさらに合わせて、粉と生地をしっかりとなじませていきます。生地にツヤが出るぐらいですね。そうすることで、しっとりとした生地になります。はい、これで生地の完成です。出来上がった生地をパウンド型に流していきます。生地が型の隅々まで広がるようにゴムベラで鳴らしていきます。角は、紙を指で広げながら隅々まで広げます。そしてゴムベラの角を使って中心が少し低くなるような感じ、こう描くようにならしていきます。この状態でオーブンに入れて180度で約45分焼いていきます。はい、中心の割れ目までしっかりと色がつくぐらいまで焼いて、焼き上がったら 2,3 回台に打ち付けて余分な水蒸気を抜いていきます。これをすることで腰折れしなくなります。お好みで表面に用紙を塗ってください。今回はラム酒を塗りました。中心の割れ目なんですけど、綺麗に割りたい場合は焼き始め15分ぐらいで、ナイフで線を入れていただくと綺麗に割れます。今日は気づいたら15分を通り越していたので諦めました。用紙を塗るときは、中心よりも、四つ角ちょっと焼き固まっているところを中心に塗ってあげるといいと思います。中心にあまり塗りすぎてしまうと水分を吸い込みすぎてしまうので、できるだけ、型の角ですね、そこをメインに塗っていきます。そして粗熱を取っていきます。少し温かいくらいで、紙ごとラップに包んで一晩休ませていきます。出来上がりすぐと一晩休ませたものと全然質感が違ったので、これは一晩休ませるのがおすすめです。一晩休ませるとかなり、しっとりして、味も馴染んできます。出来たては出来たてで、まあ、それはそれで美味しいんですけど、一晩休ませることをおすすめします。はい、これでバナナケーキの完成です。レーズンバターサンドです。焼き込みのタルトになります。プロの道具をご紹介したいと思います。ここですね。この角を使って